ズーちゃんは自分の写真はどういう感じなんですか、最近のその自分だけの写真については自分だけの写真についてはってことですよね。そう、この間なんか自分だけの写真を撮りたいなっていう話を飲んでる時してたじゃん。そうですね、そうですね。仕事以外の自分の場所みたいな、なんかその話はなんかちょっとどうなったのかなと思って。いやそうっすね、でも最近本当に なぜか仕事ばっかしてて、うん、全くそれを撮れてないですね。確かになんか歩いてる時に撮ったりはするけど、なんか明確な意図があってそれを撮ってるわけでもなく、まあ、なんか必ず撮るって決めてるものだけはあって、それがあれば撮りはするけど、なんかどうまとめていくのかも全然特にないし、まあ、とりあえず暇があれば撮ってるぐらいの感覚ですね。わざわざ撮りに行ったりはしない。あ、だからもうそのここを撮ろうとかこういうのを撮ろうとかじゃなくて、生活の中でずっと写真を撮ったりはしてるみたいな。そうですね。いや、なんか僕昔警備員のバイトしてたんですよ、うん、だから警備員の人とかすごい好きなんですよ。あの電車の清掃とかしてる人とか、うん、あの駅の清掃員さんとか好きで、うん、その人たちだけはあのとりあえず撮らせてもらってるっていう感じですね。声かけて、いや声かけてっていうか、掃除してるところが好きなんで。ああ、そっか。掃除してるところを撮るっていうのだけは撮ってて。その自分だけの写真っていうのは作品みたいなアプローチなの？いや、なんか昔、うん、あの缶コーヒーのボスってあるじゃないですか。ある。あれの山田孝之さんが出てる、うん、あの世界は誰かの仕事でできているっていう広告が、 あれが広告いいなと思ったきっかけで、だからなんかああいうものを撮っておいて、うん、あのなんか仕事しんどいなって思った時にそういう写真を見返すためのもう自分のための写真だ本当にいいねその話なんかいやしんどいけど清掃もしんどいわみたいなそれあれでもすごいいい話っすねいやいやいや、そんな大した話じゃないですけど。そうじゃああれだ、もう許可取って発表とかじゃなくて、いやそう、ね、完全に自分のための。そうそうそう、あ、それいい話ですね。えてか、なんか別に見返したりもそんなにしないんですけど、撮っていてなんか目を向けたいって思うことは結構なんか心の余白感だけを残してて、なんかこれにも目も向けられなかったらもう俺ダメじゃんみたいな。俺友達の話していい？それ全く同じ内容の話。はいはい、はい、なんか友達と、まあ、アシスタント、友達のアシスタント行ってて、その、はいはいはい、あのフリーになりたての頃に合間にそのタバコ吸いに行こうよっつって、はいはいはい、タバコ吸ってたの、うんうん、その下に喫煙所があってさ、うんうん、タバコ吸ってたら俺と彼がタバコ吸ってる、ここあるじゃん灰皿が、はい、清掃員の人が来てめちゃくちゃいい仕事してたの、はいはいはい、なんかもうなんていうの、段取りも完璧だし、うんうんうん、その綺麗になってるし、なんていうの、もう理想的な仕事をしてて、うん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 、で俺と彼はそれを見ながらタバコ吸ってて、うんうん、なんかでその彼が言った、あのそのおじさんが去ってった後に、いやすごかったねっつったら、うん、彼に、うん、彼がいやああいう仕事だけはしたくないなっつってて、俺はこういうやつにだけはならないようにしたいなって思ったっていう話なるほど、素晴らしい仕事見たなって俺は思ったんだけど、うんうんうん、っていう話と同じ。ああ、でもそうですね、そうですね、そうですね。切るかなこれ、でも流そうかな、面白いか。いや難しそう、難しそう。あ、じゃああれなんだね、その俺がそのうず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 っていうか、もう自尊心がのバランスが取れなくて、はいはい、道で写真撮って作品だって言い張ろうと思ってたっていうのとはちょっと違うあれなんだね。そうっすね。いや、なんかどうなんですかね、でも作品撮りたいってなるのかもしれないですね、わかんないけど。なんかね、まあ、でも俺の場合はなんか若干自己顕示欲だったからね、最初は。自己顕示欲、そのなんていうの、同世代の売れてる彼らに向かって、なんか俺は作品撮ってるんだぞみたいなのを言いたいだけみたいな。その割にはまあまあハードだったけどそのやあのしんどかったけど、でも気持ち的にはなんかこう評価されたくないから、評価、君たちには評価できないところに行くぞみたいな感じの、まあ逃げでもあったような気もします。感じが今はなんか若干楽しみというか、なんかあの面白に変わってますけど、だからそういうのじゃないんですね。そうっすね、そうっすね。どうなんだろういや、どうなんでしょうね。どうなんですかね。でもなんか、うん、撮ってるけど、うん、なんか分かりやすく消費されたくないみたいのは、なんか多分なんとなく思ってて、感動するストーリーだよねとかっていう感じでもないんですけど、うん、まあ僕やっぱ SNS 上がりっていうと、なんかちょっと
ちょっと言い方があれですけど、まあ、でも聞いてるとそういう感じしますよね、まあ、そうですね。なんか結構やっぱり分かりやすい写真とか綺麗な写真とかがもてはやされるような場所に、うん、なんか自分の写真を置いとくのはなんかなんとなく嫌だなとかって思う感覚があって、うん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 、だからなんか理解されない場所でやってくぞみたいな気持ちとかあるのかもしれないですね。ああ、そういう、あんま理解されたくねえよみたいな、わかんないけどっていう気持ちはあるのかもしれないなって今ふと思いました。なんかなんかのバランスなんだろうね。そうですね、共感されたいっていうよりもなんか自分は自分の世界を持ってるんだぜっていうのを 思いたいっていうのもあるのかもしれないなと今ふと思いました。なんか、まあ、自己顕示欲ではないけど、まあ、なんか自尊感情のバランスみたいな。いや、あるな。いや、ある、ありそうっすね。面白いね、それ。ありそう。リシタゾセラピー行ってくればすぐそこだよ。あ、ここら辺なんですか。そうそう。そうなんだ。赤包みだから。めっちゃ近いじゃないですか。めっちゃ近いよ。やば。そうですね。面白。俺でももうなんか一山越えて、はい、5月末までもう地獄のようだったんだけど、はいはいはい、なんかそれを抜けた結果、なんていうのもう作品ですらもなく、まあ、作品なんだけど、うん、俺が毎回素っ裸になって妻の顔の写真を撮るっていう謎のプロジェクトをやってたりとか、もう評価もされようのないでもやっぱ そういうとこまで行くのにやっぱ結局なんかいろいろやってたからそこに行ったってことですよね。でもここが別にいい場所かどうか分かんないけど、まあ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 、そうですけど、5月までのなんかストレスのあれなんだけど、多分反動なんだけど、どうでもいいじゃん。最初の 2日ぐらいだからね、笑ってくれてたの。あとはすげえつまんない顔とかどうでもいい顔とかしてるだけの、もう裸の意味もない写真。すげえっすね、それもまた。はあ、そうなんですよ。あ、ちょうど1時間。面白かった。ありがとうございました。ありがとうございました。逆インタビューとかにしようとしてるね。面白かったです。ありがとうございました。ためになりました。ありがとうございました。はい。ご視聴ありがとうございました。もし面白かったなと思った人は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。土田くんの、よろしくお願いします。Twitter とか、インスタとかは、リンクを教えてもらえれば、貼っておきます。何の効果もないですけど。いや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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では失礼します。ありがとうございました。